古くなって朽ち果てていく中にある美しさ、有限の美しさ、そこに惹かれる。物っていうのは時間とともに朽ち果てて最後はなくなるわけだけど、座った時にそのゴールドで24金で装飾して、どうだ美しいだろうと、傷は、私の傷は、金継ぎの哲学は日本の独特のわびさびという美意識、誕生して年老いていく、そのプロセスっていうのが、それはあの美しいものだと。武士はこういう刀傷あった時に、いわゆる誇りであって隠すもんじゃなくて、ですからやっぱり侍の精神っていうか、まあ、そういうものがこういう金継ぎの中に現れてる。東日本大震災の時に津波あって、 家物とも全部流されて、命だけ助かった女性がいて、その人が後で自分の家があった敷地に行った時に、そこに地面の中から発掘したお皿が出てきた。その人は金継ぎされた お皿が、唯一の残された家財道具、自分のそこで生活してた証明するものになった。戦争ってのは破壊行為じゃない、平和があって平和があるんじゃなくて、やっぱり傷つけ合い、傷つき、そういうのがあって、それが最終的に癒されて平和になって、それでこういうその金継ぎのように新たな美しいものがそこに再現されると。ベースをすごくなだらかな平らな状態にするということが一番大切で、でその後に金で、純金で巻きをするわけで、最終的には見えなくなっちゃう部分、それがすごく大切で、それをみんなすることによってみんな気づくわけだ。傷を治すっていうのはどういうことなのかっていうのは、やっぱり見えない部分をすごく、仕上げがすごく大事。傷は自分の歴史であり人生の証だから、だからもっとその傷をネガティブに考えなくてポジティブに捉えて、まあ、そういうことを分かってもらいたい、みんなに。